どうもみなさんこんにちは、劇団シャオトッキです。こんにちは。さあ、やってまいりました、ゆうじ君。今日はですね、私、何かネタはないかなって探していたところ、コーラを鼻から飲む検索出てきて調べたら、もうやってる人がいて、やっぱりさすがだな、みんなもうやり尽くされてんなって。もう8年から9年ぐらい前にもう開拓者がいて、もうそんな前から。で、はじめ社長とか、そこら辺も何年か前に挑戦してるみたいな。へえ。だったらまあそこはやっぱ我々も通るべき道かなと思って、今日はね、こちらのコーラとストローを用意しました。はい。動画ではね、鼻からこうやって流し込んでたんだけど、甘い。全然甘い。あれビビってるでしょ、あいつら。マジで。これで入らなそう。そう、こんなんじゃさ、もう全然じゃん。ババババ、全然じゃん。自分でさ、威力も調整できるし。あんなこん、そんな鼻で飲んだって言わねえ。はい。俺たちはもうこれ。ストローで。ストローでいくから。はい。あいつらとの格の違いってもう見してやるから。じゃあ。ということで、藤君。俺がやるんですか？いきます。せーの。いや、いきます。すいません。本気出してんだよ。遠慮するんだよ。遠慮するんだよ。稽古で言ってくる。ゲッゲッノーギブノーギブやめてください。レディーファイト。ゲッゲッやめてください。ゲッノーギブノーギブノーギブオレオレオケーオケー。はい、レディー。わかった。あれ、ちょっと呼吸法変えれば。呼吸法変えれば口で、口呼吸に変えて。エラ呼吸とかだったんですか。いや、知らんけど。どういうこと、どういうこと。ゲッあー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